はい、こんにちは。この子猫です。今日の一日一冊は、ソラリスです。20世紀 SF の最高峰の一人ともを称される、ポーランドの小説家、スタニスワフ・レムの代表作がこの、ソラリス。まあ、恥ずかしながらね、レム作品初読みだったんですが、あ,あこれはすごいのがわかります。まあ、SF って、新旧があると思うんですよ。 例えば、まあ、SF の父、h g ウェルズが1895年に発表したタイムマシンは、もちろん面白いんですが、まあ、いきなり80万年後にタイムスリップというのはね、ちょっとやりすぎ感があって古臭い。アーサー・シー・クラークが1953年に発表した幼年期の終わりもう斬新なラストでかなり面白いんですが、とはいえ宇宙人の姿が、うん、ちょっと古臭い。しかしですね、 このレムが1961年に発表したソラリスは違います。2022年の新刊ですって言われても大いに納得できるくらい古臭さを感じない内容なんです。もしかしたらスタミス・ワフ・レムから我々にとって古典 SF ではなく現代 SF という分類で読める作品が出始めたのかもしれません。設定もね、すごいんです。2つの 恒星の周りをね、回る惑星ソラリス。まあ、本来なら、その複雑な重力によって、軌道が安定せず、構、ま、成、あ、にね、近づきすぎて蒸発してしまったり、逆に離れすぎて凍ってしまったりするはずなのに、なぜかソラリスは安定的な軌道を保ち、その表面は広大な海で覆われている。そしてどうやら、この海こそが、なんと意識を持ち、 惑星の軌道を安定させているらしい。主人公の心理学者ケルビンがそんな未知なる海に対しコンタクトを試みるというのがこの物語。ちょっとですね、この SF 難しいです。私も最初はこの SF をどんな風にして読んだらいいのか分かりませんでした。いわゆる地球外生命体との開口を描くファーストコンタクトもの。 として読めばいいの,かの割には、ほとんど海とコンタクトしないし、なんか怪物出てくるし、するとこれは冒険 SF として読めばいいのかと思ったら、なんか主人公の死んだはずの恋人が出てきて、壮大な愛の物語が始まるし、え、これは SF 恋愛小説として読めばいいのかとも思ったり。皆さんもね、読んだら迷うと思います。 大いに迷ってください。でも、迷った末に戻ってきてください。これ、ファーストコンタクトものの SF 小説として捉えていいんです。レム自身もエッセイでこう言っています。物語を通して、一つの単純な考えを提示することになった。遥かな宇宙には、未知なるものが待っている。という考えである。 人間には全く理解できない未知なるもの。これは単に未知なる生き物という意味だけではなく、未知なる文化、未知なる価値観、未知なる感触、未知なる交流、すなわち未知なる世界全体を描いた小説なんです。一、まあ、回読んだだけならね、もしかしたら理解が難しいかもしれませんが、それでも一度は読む、そしてね、何度も読む価値がある SF かと思いますので、ぜひ、 ソラリス読んでいただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ